はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、飲酒ではなくて、ノンアルコールの、ビール買ってみました。札幌のね、新しく発売されました、札幌プラスというノンアルコールで糖類がゼロの、アルコールゼロ。で、特保のね、このマークがついてる。まあ、新しい。糖の吸収を穏やかにする。この製品は満20歳以上の成人の飲用を想定&推奨してますということで。消費者庁許可、特定保険用食品、と書いてあります。原材料名が、難消化性デキストリン、括弧食物繊維と、大豆ペプチドと、ホップと香料と酸味料と苦味料とカラメル色素と安定剤。そして酸化防止剤、甘味料となってまーす。多いな。ここになんかいろいろ書いてありますけどね。食物繊維の働きにより糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。1日の摂取目安量が、お食事の際に1缶1日1回を目安に飲んでください。とかなんとか書いてありますけども。はい。なんかいろいろ書いてあるな。お前は。多分まずいです。まずいとは思ったんですけど、一応ね、今まで全部ノンアルコールドリンクは大体飲んできたんで、まあこれも飲まんわけにはいかんなと。まあ、ちなみに今まで飲んだ中で一番うまかったノンアルコールドリンクが、朝日のスーパードライに酷似したパッケージのやつですね。あれが一番うまかったと。あとはね、ほとんど買わないっすって結論に達したんですけどね。はい、じゃあ乾杯。いや、これはまあ、まずくはないぞ。なんか、ちょっとしたなんかジュースのような、というよりなんかほとんど炭酸水の、ちょっと、あれのような、うん、これまずくないな。これマシだぞ。あ、それなりに美味しい。それなりに美味しいけど、ほのかに甘い。で、全然苦くない。てか、ほのかに苦いか。ほのかに甘く、そしてほのかに苦い炭酸水みたいな。あ、でもこれはいけるわ。あ、これ結構、あれだわ。ノンアルコールビールにしては、変な、なんだろう。変な味がしない。これは結構マシだぞ。なんか酸っぱいみたいな、あるじゃん。ノンアルコール独特の酸味みたいなのがない。で、香りもほとんどないですね。ほとんどこれ炭酸水みたいな。癖の若干ある炭酸水みたいな感じで飲めるんで、まあ、まあまあ。割とこれはノンアルコールの中だとこれ結構いいぞ。ただし、ぶっちゃけた話、ほとんどビールというか苦味がクソみたいにしかないんで、これ飲むんだったら炭酸水飲んだ方がいい気はしますけどね。これ結局ビール代わりに飲むっていうよりは、炭酸水を飲んでる感じ。風呂上がりに炭酸水飲もう。ごくごくプハーみたいな。なんか虫がいた。なんか、そんな感じ。
どっかいた。うん。そんな感じですね。ただカロリーがゼロじゃないんで、ほのかにカロリーがある。なんだこいつ。ほのかにカロリーがある。カロリーがね、4から18キロカロリーあるって書いてあるな。一缶あたり。一缶あたり4キロカロリーから18キロカロリーあると。で、プリン体も若干入ってる。まあ、マシではあるのは間違いないんですけど、これ飲むんだったら炭酸水飲んで、炭酸水飲んだ方がいいんじゃないか。わかんないけど。まあでも糖の吸収を抑えるとかって書いてあるから、糖分の指定されてるから、それの目的に飲むとしては、炭酸水みたいな味なんで、あんまり癖がなくて飲みやすい。ですね。うん。ほとんど炭酸水。うん。炭酸水レベルの味。っていうこともないけど、まあ、ほのかに確かに味はするんだけど、苦いみたいな。ほのかに甘いような、なんか苦いような感じはするけど、でも炭酸水自体結構飲むと、ちょっと酸味があったりとかって、すると思うんですよ。炭酸水もね。だからまあ、大して変わらないっちゃ変わらないこともないけど。まあ、うん。でもこれはまあ、でもまあ、やっぱ朝日だな。ビール代わりにビール風の苦い、ね、ノンアルコール飲むとしたらやっぱ朝日が、やっぱ一強ですね。完全にね。コク。コクない甘みほのかにあり。香りが、まあ、弱い。まあ、普通でいいんじゃねえの？1323です。ご視聴ありがとうございました。